わー寒い、あー外も寒い、心も寒い、世間も寒い、懐も寒い、いや寒いですよ、おはようございます、こんにちは、こんばんは、釣り深いです。さあ今日は12月の12日土曜日です。先週も釣れたんで今日も来てみました。欠氷してるかなと思ったんですけど、まだ欠氷してません。セッティングも終わってですね、今釣りを開始したばかりです。今のところ当たりなしです。風がちょっと強いですね。風が湖からこっちに向かって吹いてるんですごく寒く感じますね。あれですよ皆さん、こんな中でもですね、寒くなって、北海道十勝もですね、一部ワカサギ釣りを始めた場所もありますね。これから随時、ワカサギ釣りオープン、そして2回目は年明けでしょうね。年明けオープンということになるんではないかと思います。また楽しい季節がやってまいります。その前の間ですね、ここでちょっと、いろいろいたずらしてます。先週も釣れたんで今週もまた来てみました。さすがにですね厳しいのかなって気がします。当たりも来ませんね今のところね。これで終了なのかもしれません。ちょっと9時ぐらいまでやって、釣れなければ、退散ということで考えてます。ワカサギ釣りですとか氷上桜松釣りですかね、鹿、キュウリ、そんな釣りのですね準備もこれから少しずつ始めていきたいと思います。いやまた楽しい季節がやってまいります。冬だからって家にぼっちゃいけませんよ。プラス発想で、楽しくこの冬も楽しみたいと思います。よろしければ最後までご覧ください。当たり来た。やっぱり来るんですか。大丈夫です。こんな寒くなっても来るんですね。やばいな。当たりちっちゃいですよ。あ、もう来てるんですこれ。早速何なのこれ。大丈夫か。逃げた。逃げましたね、それね。当たりだ。やばい。あ、こっち来てる。よっしゃー。12月。お、なんか引きますよ、これ。引きます。逃げないように。あ、やっぱそっち行ったか。待って、またやばいとこ来ますね。あら、どうなってるのこれ。また引っかかっちゃった、ここねえ。なんでここいつも引っかかるんでしょうね。よし、上げますよ。よいしょ。あ、置いた。触れちゃった。チキショ。ああ、触れちゃいました。これです。何やってんだおい、バカ野郎。竿一本折れました。ついにごぼう抜きしようと思った。寒い。やっぱり釣れちゃった。ダメだわこの釣れちゃう。さあ一本折れました。無残。無残なことになっちゃった。ね、あらららね、980円ぐらいのね竿ですけどね、折れちゃいました。ちくしょう。
ダメだこれ。楽勝ですね。当たりが来るけど渋いですね。来た。あ、逃げたか。あ、いるいる。いますよ。います。これちっちゃいかな。来ましたよ。これ上がるでしょ。よし。これは小さいですね。杭が渋い。杭が渋いです、これ。本当に渋いですね、杭がね。当たりですよ。当たりが小さい。来ましたよ。おっと、ダメだ、そっち行ったら。ダメです。あ、やばい。元気ですね。元気です。よし、入った。ちょっと。来てくれました。来ました。ちっちゃい。あ、待って。なんだこれ、いつも引っかかるのこれ。これちっちゃいですね。小さいです。当たりだ。来ました。跳ねるね、このところで。落ちないね。暴れ。よし。はい、こちらです。はい、綺麗ですね。はい。どうしよう。あ、でかい。でかい。でかいの来ました。やめて。大きいんじゃないですか。よっしゃ、はい、ありがとう。今日の釣りはこれで終了にしたいと思います。時間も8時過ぎたんで、こんなところだと思います。今日も釣れてくれましたね。杭はちょっと浅かったですけども、数はやっぱりそこそこ釣れます。これ多分氷さえ張らなければですね、ずっと釣れ続くような気がします。すごい場所です、ここ。今日はこんなところで終了にしたいと思います。来週どうするかちょっとまた検討して、ちょっとやっぱりね、来なきゃなんないのかなっていう気はしますけれども、これキリがないです、正直言って。